はい、どうもこんばんは、カズンナイツでございます。今回からですね、このカズンナイツがですねプレイしていくということで、もうやり直しなしでねガツッといってみましょう。まずは名前ですね、カズンナイツ作成。さあではね早速参りましょう。冒険に、ね、出ていきたいなと思うんですけども、やっぱりですねまずは強化を進めていきたいと思います。まずですね、そうですよ、プレゼントを用意していただけました。誠にありがとうございます。もうこれプレイしたことある人はねよくわかると思うんだけども、ガチャショップ行くでしょう。いらっしゃい。そうなんですよ。まあガチャも気になるんだけど、この猫耳の女の子もね気になる。いや、どうでもいいよね。まず最初一回ね無料でできるみたいだから、ここでね引きの強さちょっと見せていきましょう。ではね参りましょう。無料で召喚お願いします。ここでね動物じゃないのが出たら、基本的に動物はね外れっていうらしいですよ。動物は外れらしいんですけども、どうでしょう、人間来るか。可愛いからいいよね。はい。ただですね皆様、ちょっとお手紙読ませていただいて、ルビーでございます。ちょっとすべてね受け取りますよ。どうもありがとうございます。そうなんですね、なんとルビーがね最初330個もらえるんですよ。さらに言うとね、今回の当たりキャは、セブンナイツっていうキャラがねすごく出にくいけどめちゃめちゃ強いっていうんです。ただね、こちら行きますよ、こっちか。はい、来ました、エースさんでございますね。これ四皇の一人ということで、かなり強力なキャラみたいです。今ですね、なんとこれこのエースちゃんがもらえるんですね。ではですね、いいですよ、このエースもらえるのは分かっていたからね。ただこのパーティーをさらにねガチャで強化していきたいなと思います。いや出るといいんだけどね、本当にね。これ冗談抜きで難しいんだけども、やっぱね持ってる側の YouTuber いけるんじゃないのかな。まずは11連参りたいなと思います。はい、いけ。ここはねじっくり見ていきましょう。金色がねまずはいっぱいあるとねいいんだけど、4枚5枚やったらもうバンバン剤、5枚やったらバンバン剤。お、1、2、3、4、5。あ、いや結構いいよねこれ。あ、まあまずはね、このシルバーのやつはまあ置いときまして、真ん中がね一番いいんですよこれ。ではね行きましょう。やめろ動物やめろ。おお、ジェーンちゃんでございますね。ほんでリナちゃん、お、人間が2人続いております。さあここでですね、そうだ、セブンナイツはすごく難しいけども、聖十字弾ね、聖十字弾だったらまだね出る可能性は高いらしい。さあ行こう、カリンちゃんでございます。あ、でもねこの人間の流れいいよ。せーのぽい。あー、サラさんでございますね。いや、ちょっと、もうちょっとね、まあ真ん中があるからね。ルークさん、はい、ルーシーさん。さあ、では真ん中行きましょう。せーの、ぽい。ベリカさんでございますか。いや、でも、まあ、なんだ、A プラス的な感じではございますよね。では、まず一回出ましょう。ではね、まずキャラ編成の方で、ビジュアル重視でね、ちょっと組んでいきたいなとは思うんですけども、これ人形あるんだよね。まずはね、エースさんちょっと前の方にね、なんか強そうだからね、前の方置いておきまして、ほんで、あとは援護ということで、ベリカちゃんでございましょう。よいしょー。ほんでいっか。ね。ほんでいきましょう。さ、実際ですね、あと70個集まれば、またですね、このガチャがね、引けるようになるんですけども、ちょっとそれまでにですね、ために行きたいなと思います。ではね、冒険の方スタート。これですね、そうだ。最強キャラってのはね、これ存在しないみたいな感じなんですよ。これまあ冒険ありますでしょ。ほんで、塔、レイド、スペシャルダンジョンなどですね、それぞれで、適したキャラクターなどがいるみたいでございます。ではね、冒険エリアに移動しましょう。まずは、こちら、参りたいなと思います。スタート。さあ、来ましたよ。ほんで、これ左下見るとね、かける2倍とかで、まあじっくりやりたい方はね、かける2倍消すといいんですけども、まあ私はね、もうサクサク進めていきたいので、これでいきたいなと思います。しかもね、今オートスキルオンにしてるからね、もう自動でね、もうバカスカやってくれる。すんごい優しいよね、これね。さあ、行きましょう行きましょう。もうじゃんじゃん倒して石をですね、いっぱい集めていきたいなと思います。さあ行くぞ。
頭突きが来た。えい、ダメ。あー、強いわ。まだ序盤だからね、サクサクいけますよね。だこの調子でですね、頑張っていきましょう。よし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 。はい、増えましたね、冒険コンテンツが。お、塔でございますね。あ、みんなやってるやつか、これ。ではね、ちょっと行きましょうか。こんな感じで進めていくことで、いろんなとこチャレンジできるようになっていくんでございますね。まだ誰も上がったことがないとね、最後までね、恐ろしいと、ということで、さ、まずは一回だけね、行ってみましょうかね。スタート。まだ一回だけだからね、すんごい回となるはず。じゃあ行きましょう。っていうか、まあ、みんな一撃だよね。あ、そうださ、必殺技予約でもしておこうか。ね、せっかくだからね。さあ行きましょう。メテオが最初に来るかな。あ、来ましたね、メテオ。はい。はい、来ました。よーし。まずはこれクリアでございますね。この中、みんなね、何十回って、ね、すんごいとこまで進んでるよね。さあ、ではですね。もう、これラストでございますよ。あ、でもやっぱここまで来るとちょっと強くなってきてんな。さあ、行きましょう。メテオでもこんぐらいしか食らわない。まずいぞ。頑張れ。よし。まずは、一体撃破。そっからの、あ、撃破できてない。よし。削ったぞ。最高。よーし、これでまた、もう一体いけ。よし。来ましたね。いや、もうこれ、かれこれどんだけだろうな。結構早く溜まりましたね。さあ、勝利いたしまして、からのですよ。からの、ルビーもらいました。ありがとうございます。さあ、ではね、ちょっと、街の方へ戻りましょうか。では、11連ガチャ、202個あるんでね、1回行けますよ。では、行きましょう。聖十字。そうだよね。セブンナイツはね、ちょっと欲張りすぎな感じはあるから、聖十字弾ね、狙っていきたいなと思います。で、行きましょう。さっきのようにね、金がいっぱいあるといいんですけども、ここですよ。気持ち込めて。頑張って貯めたんだからいいし。気持ち込めて。スキップなんかできない。さあ来い。金一色に染まれ。あ、また調子いいね。6枚だわ。な、まずはね、シルバーのやつをちょっとめくりまして、こっからですよ。動物じゃないやつ。右側とかね、まあ、可愛いんだよ。ね。アライグマみたいなの可愛いんだけども、行こう。ブラックローズ。あ、やったね。ブラックローズ参りました。いや、とりあえずはね、4体に貫通攻撃と即死効果ですって。アリーナ戦でね、すごくいいみたいなんですよ。なんか来そうな気するな。ニアとかもなんか匂いがする。ニアとかね、そこら辺の匂いがね。はい。カイさん。バリバリの動物ですね。バリバリの動物。でもいいんです。さあ行きましょう。その下。ぽい。お、あらまあ、ジークさんでございますか。来ましたね。もう、レイドの帝王と呼ばれてる方でございますよ。うわー。やばい。今回いいぞ。今回いいぞ。相当いい感じでございます。まだ真ん中も残ってるからね。行きますよ。ぽい。カリンさんでございますね。まあ、いいんですよ。今ね、もう2体あたりいるからね。ちょっとなんかあったかくなってきたな、体がね。で、あと3枚。ぽい。エルニアさんでございますね。さあ、な、一番上は、ぽい。はい。動物ですね。では、最後に真ん中行きましょう。今回も私はね、もうこれでね、もうスタートでございますよ。せーの、ぽい。あら、せーの、ぽいっと。エレギアさんでございますね。いや、でも今回二人も当たり来たなぁ。よかった。ただね、私まだ始めたばかりなので、他にも当たりキャラいっぱい出てんのかもしれませんけども。まあ、これ有名なキャラクターだからね。では出ましょう。はい、なぁ、ちょっと、とりあえずね、今出たの、新しくちょっと入れておこうかね。ねえねえ。うわぁ、気持ちいいなぁ。ちょっとまずジークこれ、ドッカーンって、ドッセーか、これやってみたかったんですよ。ほんで、ブラックローズさんもね、ちょっと入れておきたいんですけども、これ後ろにいてもいいのかな？ダメな気はするんですけども、ちょっとこれからですね、勉強していきたいなと思います。はい、ほんでですね、今回出たキャラクター、ちょっとね、確認してみると、とりあえずランクでね、やっていきましょう。
ランクでやって、ただね、これ、ランクが全てじゃないみたいですね。この星4、星5とかいろいろ、もちろんね、高いに越したことはないけども、同じ星4でもね、どんどんね、上がってく、ね、進化していく子たちもいっぱいいるから、そこじゃ計り知れないみたいでございます。とりあえずですね、これからですね、エースさんとかですね、まあ、ジーク好きだからね、かっこいいじゃん。この子たちをですね、これから、育て上げていきたいなと思います。ジークだと、レイド戦か。また、レイド戦がですね、30だったっけな。ね、レベル30になるとレイド戦ができるみたいなので、また申し悪く頑張らないといけませんね。はい、とまあですね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いや、最初の10回のガチャはね、なんともコメントのしようがなかったかもしれませんが、ようやくね、2つ目、2回目の11連ガチャでですね、ちょっと見せ所作ることができたかなと思います。これでですね、またね、進めていきたいと思うんですけども、やっぱですね、ガチャ、これのね、運次第でかなりね、最初、やりやすかったりとか上下すると思うんですけども、今ね、なんと、キャンペーンですって、キャンペーンがやってるようで、なんとですね、抽選で7名様に、ゲーム内ガチャが777回引ける分の iTunes もしくは Google Play のギフトコードが当たるものがやってるみたいでございます。これ期間限定ということなので、詳しくはですね、下の概要欄の方に貼り付けておきます。そちら見てですね、皆さんももしよかったらキャンペーン参加してみてください。そしてですね、ダウンロードリンクなど下の、それも合わせて下の概要欄の方に貼り付けておきます。それでは皆さん本日はこんなとこで、またね、次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。